エアバス A380 から800エミレイツ航空の A380 から800全日本空輸エミレイツ航空エティハド航空ルフトハンザドイツ航空シンガポール航空マレーシア航空アシアナ航空中国南方航空大国際航空カンタス航空ブリティッシュエアウェイズカタール航空大韓航空エアバス A380 はヨーロッパのエアバス社によって開発製造された ターボファンエンジンを4発装備した超大型ワイドボディ機。世界初の総2階建て旅客機でもあり、旅客機としては世界最大の機種である。また、航空機の中でもアン -225 ムリヤに、ついで世界第2位の大きさを誇る。A380 は完成披露の時点で、それまでジャンボジェットと呼ばれ機体の大きさが人気を集めた。 大型機であるボーイング747を抜いて乗客数の面では世界最大かつ史上最大の超大型機となった。生産が開始されたのは2002年1月24日からであり、原型機が初飛行したのは2005年4月27日。また、形式証明の取得は2006年12月であった。初期の構想から初飛行まで16年の歳月を要した。 初飛行から10年後の2015年末時点でエアバス社は中東や東南アジア地域を中心に300機を超える受注を獲得しており、この時点で A380 プロジェクト全体としての損益分岐点に到達し、計画全体での黒字化に成功したと発表された。2016年10月現在、4発エンジンのワイドボディ旅客機としては、 同社の民間航空機部門で唯一生産されている機体である。総2階建てかつ800席の長距離人気を目指し、A380 は1990年初頭に A3XX として開発が始まった。一度に大量の乗客を輸送することにより、空港の混雑を緩和し、航空輸送の経済性を高めると同時に、航空会社の利益を上げやすくするというのが主な。 狙いであった。エアバス社の他にも、ボーイング社や、マクドネルダグラス社が次世代大型旅客機として、ボーイング 747X とマクドネルダグラス、MD-12 を計画していたが、いずれも開発は凍結された。この後、ボーイング社は、そう2階建てのらの開発を試みるが、これも中止された。スホーイによる KR-860 の計画があった。 かつてロッキード社も総2階建て旅客機を計画したが、構想の機体が大きいため総延長 500km に及ぶ複雑な電気配線が間に合わなかったことが原因で、量産に入るのは当初の計画よりも1年半遅れ、2007年10月15日、ローンチカスタマーであるシンガポール航空に A380 の1号機が引き渡された。 シンガポール航空は A380 を導入するとシドニーをはじめロンドンや東京、北米など世界各地へ就航させていった。2020年現在でシンガポール航空を含めエミレーツ航空など15の航空会社が A380 を保有している。特にエミレーツ航空は他社とは桁違いに多い数の A380 を導入し、その運航機数は u 2に100機を超えたことから、他機種に比べセールスの向上しなかった A380 の唯一の救いとなった。2018年以降、導入を計画していた各航空会社の計画のみエンダースは世界中で A380 は愛されている。だからこそ、この発表は、我々と A380 コミュニティにとって大きな痛手だと生産中止に至ったことを嘆いた。 A380 は2020年9月現在で合計251機が生産されており、すべて A380 から800型である。エアバスは他にも胴体を延長させたマイナス900型や貨物型などの派生系を複数計画したが、それらはいずれも2020年9月時点で開発に至っていない。A380 から800は、 全長が約73メートルで、全幅は約80メートル、最大離陸重量560トン、航続距離15,400キロメートルである。また、巡航速度は時速1,050キロメートル、最高速度時速1,185キロメートル、航続距離、ジェットエンジンはエンジンアライアンス GP7200 もしくはロールスロイストレント900を使用する。 座席店員は全席をエコノミークラスにした場合、最大で853人となる。2020年9月現在までに A380 に関して7件の機体損失事故、あるいは事件が発生しているものの死亡事故は起きていない。メディアを再生する、プッシュバックする A3801980 年代末になると、ボーイング747初期型の後継機が、 求められるようになった。エアバスはボーイング747に対抗できる輸送力を持つ機体として、1989年から、可構想の実現に向けての作業を開始した。ボーイング社はこれに過敏に反応し、1991年に747改良型など3種の計画を発表し、か阻止の動きに出た。この動きに対し、エアバスを構成するアエロスパシアル、ダサ、 BAE、カーサの4社は、ボーイング社と共同で、1993年1月に、かとは別に、VLCT と呼ぶ大型輸送機構造を発表した。当初、ボーイングとエアバスによる市場調査では、2種類の機種があっても揃って成功する、規模の市場はないと判断されていた。しかし、ラバル同の意見がみ合わず、エアバスは1994年6月、 カオエ 3XX として計画に着手したことを発表し、VLCT は中止された。ボーイング社はこれに対抗し、同年に747から 500X と747から 600X を発表、対決する構えを見せた。747X 計画は様々に変遷する。しかしエアバスは計画を進めた。 2000年12月19日、エアバスは62機の受注を獲得したことから、A3XX を A380 として開発に入ったことを発表した。ボーイング社は翌年に 747X 計画を延期し、ソニッククルーザー計画を発表したものの、2003年には計画を凍結し、その開発能力を中型機ボーイング787へと、 注力していった。しかし、その後ボーイング社は、A380 と777から300、ER や A340 から600の間を埋めるという理由で、747から400、ER、747から8型などの大型機の開発を開始した。2005年1月18日、トゥールーズで開催された A380 の 完成披露式典トゥールーズにおける A380 の最終組み立てまでの地理的物流経路2船で輸送中の A380 の部品 A380 の1号機は2005年1月18日にトゥールーズの本社工場で完成披露の式典が行われた。6月1日にエアバス社は納入を2ヶ月から6ヶ月遅らせると発表した。問題は 主翼の強度不足と機内配線による重量オーバーだった。前者は直ちに改善されたが、後者の解決は困難であった。A380 の最大定員853席、すべてに個別に惹かれた電線は延べ約5 6 3トルに、及び接続や収納に予想以上の時間を要していることと、サービスの一環として座席に配したオーディオ機器の 配線によって重量が予想以上に増え、対応に時間がかかった。18日の時点で、アメリカンインターナショナルグループのリース部門、インターナショナルリースファイナンスを含む16の航空会社が A380 型機を発注しており、その数は27機の貨物機を含め159機に上った。エアバス社 CEO のノエル・フォルジャールは、この航空機を500機販売するという期待を、 表明している。予定では、ローンチカスタマーのシンガポール航空は2006年の第4四半期、同年末に最初の A380 型機を受け取り、カンタス航空は2007年4月、エミレーツ航空は2008年より前に A380 型機の引き渡しを受けることになっていた。A380 型機の最初の路線就航は2006年末の ロンドン発シンガポール経由シドニー行シンガポール航空便、続いて同じくシンガポール航空によるシンガポール発香港経由サンフランシスコ行シンガポールから成田経由ロサンゼルス行パリフランクフルトへの直行便が就航する予定であった。また、カンタス航空は A380 型機をロサンゼルスシドニー便に投入すると公表した。また、この頃には エアバス社は月に4機のペースで引き渡しを行うと表明していた。しかし、2006年6月13日、エアバス社は引き渡しが再び6から7ヶ月遅れることを発表した。理由は生産上の遅れとしているが、顧客ごとに異なる内装仕様に対応するため、機内の配線設置に手間取っていることが原因とされている。社内で使用しているカナダドルソフトコティアが、 ドイツとスペインではバージョン4を使っていたのに対し、イギリスとフランスではバージョン5に変更していたことでデータの共有に問題が起き、ケーブルの長さが設計変更に対応していなかったという。なお、引き渡し機数に関しても計画の年25期から2007年は9期、2008年以降も予定より5から9期縮小するとした。これにより、 さらに大幅な受領の遅れが生じるため、航空会社の心象が悪化した。エアバス社は影響を受ける航空会社各社に対し大規模な保証交渉を行ったほか、安価なリースパッケージを提供することで旅客機型のキャンセルを回避しようとした。また、引き渡し延期をめぐっては、エアバス親会社のイーズ株の急落に加え、イーズエアバス両社幹部がこの発表前に、 大量の株を売却したインサイダー問題が発覚しており、イーズ社元 CEO のエル・フォルジャールが逮捕、その他10人がフランス当局によって告発されている。さらに2006年9月21日には、イーズが3度目となる納入スケジュールの遅れを発表。続く10月3日には、最大の発注元であるエミレーツ航空がエアバスから、 A380 計画がさらに10ヶ月遅れ、期待引き渡しは2008年8月になるとの連絡を受けたという声明を出している。エミレーツ航空は同声明の中で当社にとって極めて深刻な問題ですべての選択肢を見直しているとしていたが、その後2007年5月14日に4機の追加発注を受けたことで契約のキャンセルは回避された。その後、 2007年6月22日に行われたパリ航空ショーにおいて8機が追加発注され、さらに2013年11月のドバイのエアーショーにて50機の追加発注が決定し、合計140機となり、同機における最大のカスタマーとなっている。2006年11月7日、貨物型の導入を予定していたフェデックスが発注をキャンセルしたことを明らかにした。 ついで2007年3月2日に貨物型の導入を予定していたユナイテッドパーセルサービスはエアバスが再建計画の一環として旅客機の生産を優先すると発表したことで引き渡しがさらに遅れることを懸念し発注をキャンセルした。さらには旅客、貨物の量形式を発注していたイルフックも貨物型だけ注文をキャンセルし 旅客型のみの納入を受けることを明らかにしている。エアバス社はこの時点でオプションを含め80機あった貨物型の受注をすべて失い、貨物型の開発を一時中断した。旅客型の受注件数は基本設計から半世紀が経過し、大型化に限界があるボーイング747の発展系であるボーイング747から8の 受注件数を上回っているが、貨物型はボーイング747から8に大きく遅れを取ることとなった。初飛行後に着陸する A380 の試作機2005年4月27日にフランスのトゥールーズで初飛行した。2006年11月から A380MSN-002 を用い、世界の空港の滑走路、誘導路、 tbb が適合するかどうかのテストと pr の一環として世界周遊飛行を行った。皇帝はトゥールーズから出発し4回に分けて10都市を回るもので1回目の飛行ではシンガポール大韓民国ソウルに飛行2回目に香港となりた3回目は中華人民共和国を中心として広州北京および上海に飛行4回目では 南アフリカヨハネスブルグに立ち寄り南極天上空を通過してオーストラリアシドニーに寄港。太平洋を横断してカナダバンクーバーに飛行した後北極天上空を通過しトゥールーズに戻った。この飛行の成功により12月12日に欧州航空安全庁及び米国連邦航空局の形式証明を同時に取得した。この際 FAA がアメリカ機に義務付けている 燃料タンク爆発防止装置の装備がなされていないことを指摘した。欧州機では装備義務はなく、エアバスもアメリカ機との構造の違いを主張し、装備の必要はないとしている。ただし、アメリカの航空会社に採用される場合は、FAA 基準が適用される可能性がある。同機は、ワールドツアー2007の一環として、 A380MSN007 で2007年6月4日に成田空港に再度飛来し、6月6日にシドニーに向かった。また、A380MSN009 を用いてエンジンアライアンス社製、GP7000 エンジンを搭載した A380 の形式証明取得のためテスト飛行を行った。2007年9月26日からコロンビアのボゴタを振り出しに、 北米、南米、中近東へ断続的にテストフライトを行い、10月18日に関西空港に帰港、その後、トゥールーズに戻った。このエンジンを搭載した A380 から861型は2007年12月に形式証明を取得した。シンガポール航空の A3802007 年10月15日、初飛行以来30ヶ月間のテストを経て、 最初の納入先であるシンガポール航空に機体が引き渡された。同年10月16日にパイロットや技術者などのシンガポール航空関係者が乗り込み、エアバス本社からシンガポールに向けて飛び立った。そして同年10月25日より SQ380 便としてシンガポールシドニー間に就航した。この処方便の座席はイーベによるインターネットオークションで販売され、 売り上げは事前団体に寄付される。また、現在運行している世界最大の旅客機がボーイング747から A380 に変わった。結果として最初の納入は当初予定から1年半遅れた。2007年11月末での受注数は193機であるが一説によれば遅れに伴う保証費用や生産設備の稼働率低下。 人海戦術に伴う人件費増大等によって、エアバスは60億ユーロのプロジェクト経費増大を期待しており、さらに米ドルに対するユーロ高傾向もあって、A380 の採算ラインは当初の270機から420機程度にまで悪化していると言われる。2007年11月12日、エアバス社はサウジアラビア王子のアルワリードが A380 をプライベート機として購入するため、売買契約を結んだと発表した。二つのダイニングやゲームルーム、主寝室などを備え、機体に3億ドル、改装費に1億ドル。ミサイル防衛システムも含まれている。エアバス社では、ザ・フライングパレスと呼んでいる。この機体はもともとエティハド航空向けに、納入予定であった。 飛行試験2号機であることが明らかになっている。シンガポール航空による定期就航が始まったことにより、A380 の順調なスタートにこぎつけたと思われたが、エアバスは2008年5月13日、量産計画を再調整し、ウェーブ1からウェーブ2においての引き渡し計画を修正する発表を行った。その結果、 2006年に計画された急激な量産化は達成不可能となったことが確認され、ウェーブ2への移行に若干の遅れが生じた。これは、ウェーブ1における作業が予想以上に時間を要したことが原因としている。今後の展望として、同日、エアバス社は次の通り発表した。これ以降の引き渡し期数については、今後顧客との話し合いによって決まるとしている。 その後2008年9月のカンタス航空向け初号機、製造通算14号機の引き渡しに先立ち、エアバス社は2008年と2009年の引き渡し数は12機と21機を、検事、2010年については30機から40機の間になると公表した。2008年12月30日に2008年の12機目となるエミレーツ航空向け4号機が引き渡された。なお、 2008年後半に顕在化した世界金融危機のため、エアライン各社は引き渡しペースの鈍化をエアバス社に予防し、それに応える形で2009年5月には2009年中の引き渡し数を14期に削減する旨再度発表されている。2008年7月28日、エアバス社のハンブルク施設に新設されたユルゲントマスデリバリーセンターで、 エミレーツ航空に対して A380 から861が引き渡された。A380 の航空会社への引き渡しはこれが6期目で、これまでの5期はいずれもシンガポール航空に引き渡されていたことから、エミレーツ航空は A380 を受領した2番目の航空会社である。今回の引き渡し機は同年8月1日にドバイニューヨーク戦で初就航した。 その他に長距離路線の就航先として、ロンドン、シドニー、オークランドがあるが、今後の機数の増加によって、就航都市は増えていく予定である。2009年3月、エミレーツ航空は、再三の悪化を受け、ドバイ・ニューヨーク線から A380 の撤退を決定し、ボーイング777から 300ER に変更した。は、商業運航の合間に、 クルーと整備員の訓練研修を兼ねて飛行していたが、同年9月に入り原因不明の電子機器トラブルが発生し飛行作業を中断した。商業運行が再開されたのは同年9月12日であった。2008年9月19日、ゴーカンタス航空に同社向け A380 から842が引き渡され、同年9月21日にシドニーに到着した。 同航空では約1ヶ月間短熟訓練を行い、同年10月20日にメルボルン・ロサンゼルス戦で商業運航を開始した。2013年3月14日、通算100号機の A380 がマレーシア航空へ引き渡された。マレーシア航空にとっては6期目の機体。しかしながら2015年5月、同社は会社の業績不振の影響もあって近い将来に、 A380 を放出することを示唆した。2016年2月、同社 CEO は売却を延期し、少なくとも2018年まで同経機保有総数は、現在の6機のままえ置く、と述べた。同年11月30日、A380 型機を新たな航空会社に移管し、イスラム教のメッカ巡礼のためフライトを運航する計画を発表した。 2017年11月3日、エミレーツ航空に、同社100機目の A380 が引き渡された。2018年にの初代ザイード大統領の生誕100年を迎えることから、ハンドレスス A380 のロゴに加え、同志を描いた特別塗装機となっている。A380 を1機以上保有する国将来、導入予定の国アメリカロサンゼルス国際空港に、 並ぶエアバス A380 もな、就航路線と指名が同じ場合、空港は同じとする。日本路線は2008年5月20日に、シンガポール航空がシンガポール東京、成田線で運航を開始したのが最初である。だが、悪天候により、中部国際空港へ回避着陸し、その後4時間ほど遅れて成田に到着した。なお、当日は、 成田空港開港30周年の日であった。その後は2010年6月12日到着便よりルフトハンザードイツ航空がフランクフルト東京、成田線で2011年6月17日より大韓航空がソウル、新川東京、成田線でそれぞれ運航開始。同年7月1日よりシンガポール航空がシンガポール東京、 成田ロサンゼルス線でボーイング777の 300ER に代わり運行開始し、異園圏のフライトで初めて就航した。2012年7月1日より、エミレーツ航空がドバイ東京、成田線に就航し、成田空港の第二ターミナルビルに初めて A380 が発着したが、翌2013年5月31日をもって、 A380 での就航を終了した。そして2016年再び就航した。一方で2010年9月2日到着便よりエールフランスがパリ東京成田線で運航開始したものの2014年5月11日をもってボーイング777から 300ER に機材変更された。 アイカン航空もデイリー運航から曜日限定運航に切り替え、2012年4月以降は全便多機材に切り替えたが、2012年10月28日から2013年3月30日までは A380 での運航が復活している。シンガポール航空では2012年8月10日の8月15日に大阪就航40周年を記念して、シンガポール大阪、 関西線で運行し、関西国際空港に定期旅客便として、初めて A380 が就航した。なお、東路線では2013年2014年にも8月中旬に運行している。また、2014年8月9日8月13日には、名古屋就航25周年を記念して、シンガポール名古屋中部線でも運行し、中部国際空港にも、 定期旅客便として初めて A380 が就航した。大国際航空が2013年1月1日からバンコク東京成田線で運航開始。さらに同年12月1日からは東京成田線で午前出発便も A380 に変更。またバンコク大阪関西線でも運航開始。 2015年5月から B747 から400に機材変更し運行していたが、2016年5月16日から10月29日までの間再投入され、2017年1月前後に B747 から400となったが、2017年9月現在、成田発、有国便とその袋便、関空発、有国便とその袋便を、 A380 で運行している。アシアナ航空が2014年6月13日からソウル、新川東京、成田線、同年7月29日からソウル、新川大阪、関西線で同年8月19日まで一時的に投入された。そして2016年10月30日から11月9日の間、ソウル、新川東京、成田線で 期間限定投入され、2年ぶりに日本に同社の A380 が飛来した。2017年10月29日から2018年3月24日まで、サイドソウル、新川東京、成田線に A380 を投入している。シンガポール航空の路線計画変遷に伴い、2016年10月22日をもってロサンゼルス東京、成田線シンガポール線における。 A380 の運行が終了となった。道路線は翌日より B777 から 300ER となったが、東京、成田線、シンガポール線が A380 になるとの発表もない。また同社は羽田線も有していることから、A380 は東京、成田線から事実上の撤退となった可能性が高い。この後、大阪、関西線については、 同年12月4日から2017年4にかけて期間限定で運用されている。マレーシア航空がロンドン線のみで使用している A380 を2017年8から9月の期間限定で成田路線に導入し東京成田線クアラルンプール線に運用した。また2015年12月14日同月20日に決勝戦が開かれる。 フィファクラブワールドカップ2015に出場する FC、バルセロナの選手とサポーターを乗せたバルセロナ東京、成田直行チャータービンは、同クラブ首脳が VIP 席の多さにこだわった結果、A380 となり、マレーシア航空所有6機目、A380 累計100機目のロゴ入り機であった。以上のように、 本機体の初就航当時は日本への乗り入れに積極的なエアラインが多数あったものの2017年3月現在は撤退あるいはデイリーから季節限定あるいは期間限定に切り替えとするエアラインが増えつつある。しかしエミレーツ航空が2017年3月26日からドバイ東京成田線 2A380 を再就航させ日本に定期的に乗り入れる 外資系の A380 は、大国際航空と合わせて2社となった。日本は、A380 と同じく大型旅客機と呼ばれているボーイング747を世界で最も多く導入していたことから、日本航空や全日本空輸が A380 を導入する可能性があると言われていた。2010年10月、羽田にデモフライトした際、 エアバス側の移行で新千歳空港での適合テストも行われた。スカイマーク、編集スカイマークは国際線参入の一環として2010年11月8日に同期の購入について基本合意し2011年2月17日に6機の購入契約を正式に締結した。この正式契約成立により日本の航空会社として 初めてエアバス A380 が導入され、同時に日本籍で初めてエアバス車製4発ワイドボディ機が登録されることになり、契約通りに進めば2014年に2機を導入する予定であり、ロンドンやフランクフルト、ニューヨークへ就航させるほか、2018年以降にも9機、追加導入する計画を明らかにしていた。スカイマークカラーに塗られた機体の試験飛行も行われていたが、 スカイマーク側が経営の悪化を理由に契約変更を申し出たところエアバス側が拒否して購入契約が決裂購入キャンセルについて交渉中であることが明らかにされた2014年7月28日2014年前期にエミスに伴う燃料飛行騰や格安航空会社の台頭などによって経営が赤字に転落した状況からスカイマーク側がエアバスに 二機の導入延期及び四機の契約解除とする案を打診した。すると、エアバス側はスカイマークに大手航空会社の参加に入ることを要求し、さらにこれを拒否して契約をキャンセルした場合は、違約金を請求することになるとブルームバーグが報道した。これを受けてスカイマークは当社の経営の主体性を揺るがすような主張は受け入れられないとする声明を発表したが、 この声明を受けたエアバス側は、スカイマークとの競技及び、同社の機体に対する姿勢を受けて、契約競技の終了を通知し、さらに、すべての権利及び権利侵害における救済措置を保持しているとして、最大七百億円規模の違約金を請求される事態となった。ところが、スカイマークに販売する予定だった機体を別の航空会社に売る目処がついたこともあって2014年1月に、 最低200億円まで減額に合意する方針と朝日新聞が報道。その後、スカイマーク側の経営不振による資金不足もあり、2014年12月の時点でスカイマークとの契約が解除された機体がまだ他社に納入されていないことが会員制写真投稿サイトの a i r l i n e r s n e t で確認されている。また違約金交渉が最終合意された事実はないが、 12月19日になってエアバス側が英国商事裁判所に対して訴訟の準備を開始したことが報道されスカイマーク広報もこれを追認したスカイマーク向けに製造された2機は2016年にエミレーツ航空へ売却された全日本空輸編集 ANA の A380 から800 フライングホヌ1号機全日本空輸が A380 型機を3機導入すると日本経済新聞により報道された。この機体は新規発注機材である。当時は2018年頃に導入される予定で ANA のハワイ路線に投入され、成功すれば追加発注につながる可能性もあると報じられた。2016年1月29日。 ノットは A380 型機を3機導入することを正式に発表した。その後、2019年春より東京ホノルル線へ導入する特別塗装デザインと相性フライングホノを決定した。2019年3月21日に1号機を受領、同年5月24日に成田ホノルル線に同機が週3往復で就航を開始した。また、 2019年度第1四半期には2号機を受領し、同年7月1日に就航した。座席は520席と現在日本最大の優勝座席数が用意され、2階にファーストクラス8席、ビジネスクラス56席、プレミアムエコノミー73席とエコノミークラス以外のすべてのクラスが導入された。本来の命名規則によれば A340、 A350 と続くはずであったが、この機種はいきなり A380 になっている。理由は以下の通り、他にも最大優勝座席数が800席クラスなどという説もある。A380 型機は低翼で高体格を持った主翼、通常形式の尾翼、主翼パイロンに装着したエンジンなどの一般的なジェット旅客機と同じ特徴を持っている。 ボーイング747の機体上部は2階建て部分のみ、膨らんでいるが、A380 は、総2階建てであるため段差はない。航空会社によるオプションとして、垂直尾翼の前延頂点部に、機外カメラを取り付けることが可能で、機内のモニターには高さ24メートルからの映像が映し出される。2階建ての客室の1階は、最大幅6.58メートルで、 ボーイング747から400の主デッキ客室最大幅より45.7センチメートル広い。また上部デッキの客室最大幅は5.92メートルで、エアバス社の従来のワイドボディ機の客室最大幅5.62メートルよりわずかに広い。ボーイング747と違い2階席も通路が2つある。店舗、サービス設備、編集エアバスはその客室の広さを活かし、 ラウンジ、滝、バー、免税品店やシャワールームなどを設けることも可能としており、実際にエミレーツ航空はファーストクラス利用者向けのシャワールームを設置した。しかし、飛行中は不足の乱気流で機体が大きく揺れることがあり、乗客が怪我や死亡する危険を最小限にするには、乗客が常に立ち歩く状態は好ましくない。 作ったとしてもすぐに廃れるだろうという意見もあるが、エミレーツ航空は、ブルジュアル・アラブ及びパーム・ジュメーラの装飾を施したバーを導入している。なお、ボーイング747の開発時にも、接客設備の採用が検討され、ラウンジはいくつかの航空会社において実現したものの、座席数を増やすために、その後廃止された。座席数、編集キャビンの総面積は、 B747 から400の約1.5倍座席数はファーストビジネスエコノミーの3クラスからなる標準座席仕様で同じく約1.3倍である。エアバスでは従来の大型機と比べて同じ座席仕様でありながら一人当たりの専有面積が広くなるを同期のセールスポイントとしている。エティハド航空では これを一し通路を一つとする代わりにベッドを座席ごとに設置することで通常のファーストクラスよりさらに上位のクラスレジデンスを導入している座席の機内がう2階建て構造であることから客室の最前部と最後部にそれぞれ直線式と螺旋式の階段が設けられ最前部の階段では大人2人が楽にすれ違える幅が取られているなお 2017年に最前部階段の位置を従来のメインデッキの L1、R1 ドア付近から L2、R2 ドア付近への設計変更が可能になることが発表された。これにより一例として4クラス497席の座席数から78席増の575席へと座席数を増やすことが可能となる。さらに2018年4月には 新造機だけでなく既存機にも適用可能なキャビンフレックスオプションが導入された。これは2階のドア3を機能させないことでプレミアムエコノミーで最大11席、ビジネスクラスで7席増やすことが可能になる。民間旅客部門では今までにない座席数である。例としてるオーストラルはモノクラスの仕様で、 計8 4 0座席とし、世界最多優勝座席数として記録が更新される計画もあったが、発注はキャンセルされた。ニクラス仕様では2015年11月4日に、エミレーツ航空が中距離ニクラス仕様615席を受領したことで、ニクラス仕様における世界最多優勝座席数であった ANA のボーイング747から400。 D の569席を上回り、記録を更新した。2016年7月現在、2クラスで世界最多の優勝座席数そして、世界初の600席台優勝提供である。標準座席仕様では、2011年12月12日まで、エールフランスが538席として優勝提供をしていた。3クラス仕様における初の500席台であり、 世界最多優勝座席数の記録を更新している。2000年代後半以降では、ワンランク上のエコノミークラスを導入して4クラス仕様とする航空会社があるが、L フランスが2018年現在516席として優勝提供をしている。この仕様においても初の500席台であり、当時世界最多優勝座席数の記録を更新していたが、2019年3月20日に、 全日本空輸の520席に4クラス世界、最多優勝座席数の記録を抜かれた。詳細は、EN、シート・カンフィグアーシャンズ・オブ・エアバス A 三百八 A380 を参照操縦室と乗務員休憩区画などは2階建て客室部分の前にあり、メインデッキと呼ばれる1階とアッパーデッキと呼ばれる2階の間の1階より少し上がった中2階の高さに一致している。これは、 視界の確保と他のエアバス機との互換性のことも考えての設定である。操縦室は予備席も含めて5つの座席が備わる。二人乗務による操縦を行えるように、最前部左の基調席とその右の副操縦席の2、座席を取り巻き操縦装置類が配置されている。操縦室後半には間隔を空けて2つまたは3つの座席が備わっている。 本機は LCD を用いたグラスコックピットを備えている。ただし、エアバス社の従来のグラスコックピットと違う点は、一辺8インチの正方形の LCD6 面から、縦8インチ横6インチの縦長の LCD が8面へと増えたことであるこれにより、コックピットに持ち込む書類の数の削減が可能となる。ソーダ形態は、同社では、 エアバス A320 以来採用されているサイドスティック方式である。ロールスロイストレント900の Z エンジンを搭載したブリティッシュエアウェイズの A382 社が製造するエンジンから1種類を選ぶことができる。これらはいずれも主翼仮面にパイロンを介して左右に2つずつ合計4機が取り付けられる勾配パス比ターボファンエンジンである。1つは ロールスロイスホールディングス製トレント900もう一つはエンジンアライアンス製 GP7270 であるトレント900は A380 が初飛行した時のエンジンであり最初は数多く販売されたがその後 GP7200 の販売も伸びてきておりトレント900の発注と型を並べるまでになっているエンジンのメーカー別に a 百八十の形式が ロールスロイストレント900シリーズは A380 から 84X エンジンアライアンス GP7200 シリーズは A380 から 86X と表され区別できる。着陸滑走時にはボーイング747などの4発機はエンジン4機すべての逆噴射装置を使用するが A380 では内側の第2と 第3エンジンの2気分のみを使用する。操縦席のリバース操作レバーも、第2と第3エンジンの部分のみである。なお、計画当初、A380 はブレーキ性能が十分とのことで、逆噴射装置を採用する予定はなかった。重量軽減と信頼性向上のため、逆噴射装置では、民間機では、初となる電気で作動する、イトラスを採用している。低騒音で、 酸化炭素排出量を実現し、世界一運行規制の厳しいロンドンヒースロー空港でも24時間運用が可能である。このことから広告では環境に優しい飛行機であることを売りにしている。巨体を支える降着装置のタイヤはノーズギア2本、ボディギア12本、ウィングギア8本の計22本である。なお、ボーイング747のタイヤは ノーズギア2本、ボディギア8本、ウィングギア8本の、計1 8本、ボーイング707、航空交通管制では、後方乱気流を考慮した飛行間隔を決定する際、最大離陸重量で区別しており、通常30万ポンド以上をヘビーとして扱うが、A380 の登場によりスーパーのカテゴリーを新設した。このため空中で着陸の順番待ちや、 離陸滑走において747などの従来の大型ジェット機以上に間隔が必要となり、空港の利用効率化にはネックとなる。国際民間航空機関では A380 型機などの信頼型航空機に対応する新たな飛行場等級コード F を設定し、滑走路や誘導路など基本施設の整備について細かな基準を設けている。 それまではボーイング747から400型機などの大型ジェット機を想定したコード E が最高ランクであった。旅客取扱施設においては、総2階建てという新型機の特性から固定ゲートを利用して航空機に搭乗する際の PBB の運用が大きな課題となる。エアバス社によれば、現在世界の空港で広く採用されている1機。 あたり2本の PBB で十分対応可能であるが、メインデッキ2本仕様で140分、アッパーデッキ、メインデッキ各1本、計2本仕様で90分のターンアラウンドタイムを設定している。アッパーデッキ1本、メインデッキ2本、計3本の PBB が使用できれば、さらに乗降に必要な時間や、機内清掃など、作業時間なども短縮されるため、乗客の利便性が、 さらに向上するとしている。このほかゲートラウンジの拡張や、中期中の航空機に、電気や空調を供給する、地上動力装置の能力アップなどが必要となる。フランクフルト空港における、ルフトハンザドイツ航空の A380 から841型機の、グランドハンドリング日本の空港では、成田国際空港が2020年時点で、 1> 第1ターミナルビルの15番、26番、45番、46番、54番、第2ターミナルビルの66番、96番が対応している。東京国際空港は国際線ターミナルの107番スポットが該当する。関西国際空港は第1ターミナル国際線の11番、31番が該当する。首都圏以外でも2014年11月時点で 中部国際空港、新千歳空港が運用可能空港となっている。シドニー国際空港などでは A380 に対応するため地盤を固めたり、ボーディングブリッジを減らしたりなどの処置を行った。そのためスポット運用がギリギリになり、滝がスポットが開くのを待つという光景も見受けられた。また、ブラジルで 2014FIFA ワールドカップが開催される際、 AL フランスが大会期間中に需要の増加が予想されるサンパウロ国際空港へ同景機の就航を計画していたがブラジル航空当局が事前に同空港を調査したところ前述の飛行場等級コード F の規定を一部満たせていない可能性があり改修工事の目途も立たないことから当局が大会期間中の同景機の同空港への就航は 認可しない方針を明らかにするなど、十分に対応しきれない空港もある。A380 を発注する航空会社が増えれば、空港側の施設改修も期待できるが、航空会社側では、空港が対応しない限り就航路線が増やせず、空港側も単なる見込みでコストをかけて改修するわけにはいかないため、本機への対応改修を実施するのは国を代表する国際空港や、 国際線のメインハブ空港に留まっている。A380 の登場以降は、燃費の良い創発中型機が主流となっており、ボーイングが A380 と777から 300ER のギャップを埋めるべく開発した747から8ですら受注がないほどに受注は低迷していた。中、2019年2月になって A380 の生産中止を発表した。 生産中止になったことから今後、A380 の運用の増加が見込めず、運行効率の良い中小型機や A380 のような三クラス500石級の4発、エンジン大型機ではなく、B777 や A350 のような三クラス、300から400石級の大型機がトレンドとなっている、航空場成果で A380 を凌駕する超音型旅客機が、 登場する可能性は極めて低いため空港側が新たに A380 のような超大型機に対応できるように回収する可能性も極めて低い A380 の生産には日本企業の21社が参加している2002年4月に床下垂直尾翼の部材担当として東方テナックス、ジャムコ、住友金属工業、東レの4社が 参入、6月に、三菱重工業、スバル、日本飛行機、10月に新明和工業、横浜ゴム、日記層が、2003年2月に、横川電機、カシオ計算機、マキノフライス製作所が、6月に、ブリジストン、三菱レイオンが参加を決定した。特に日本の炭素繊維の技術に目が向けられ、フレームなどの主要な部分に多用されている。 A380 は数タイプの派生型の開発も構想していたが2021年に生産を中止することを決定したため実機として運用されたのは旅客仕様基本型の A380 から800型の1タイプのみとなった旅客仕様の基本型で2007年10月25日にシンガポール航空が商業飛行を開始した 当面はこの型のみの販売、引き渡しを行うことにしており、など段階的な性能向上プログラムも検討されている。これらの改良を取り入れた第一段階の生産機は2012年頃から納入されると考えられている。この機体はエアバス社のエンジン乾燥型新型機プログラムと同様に A380 も A320 ネオや A321 ネオなどといった一連の ネオシリーズに加わることとなり、A380 ネオとして改良が施された新型機となる。2016年には UAE のエミレーツ航空が改良機構想の A380 ネオに関する発表を行っており、同社はエンジン乾燥などが施されない場合でも、アビオニクスを中心とした改良機を追加発注する用意があるとしている。 2015年6月に2機の発注を検討していることが報道されたユナイテッド航空も含めると A380 から800型機を導入した航空会社数は世界全体で14社となる。この発注が実現に至った場合、ユナイテッド航空がアメリカ合衆国の航空会社として初めての A380 から800型機発注となる。アジアでは シンガポール共和国のフラッグキャリアであるシンガポール航空が A380 シリーズ全体でのローンチカスタマーとして初号機を受領しシンガポール発欧米路線やオセアニア路線などで活躍しているほか保有機材数としてもアジア地区最多の機数を有しているその他に大国際航空などが半上期ごとの臨時定期便で日本の成田国際空港へ 定期のリーレを行っている。現状では、エミレーツ航空が A380 から800型機の最大の顧客で、2016年3月には、日本のスカイマーク向けに製造途中だった機材を引き受ける形で2機追加購入する契約を結んでいる。A380 プラスで構想されていた主翼と、ウィングネット基本型の800型の発展型として、 開発調査に着手することが発表された初めての方。2017年6月18日にパリ航空省2017にて発表された AA380 から800型機の効率向上モデル。同航空省でコンセプトモデルが展示され、基本型に比べて効率性と経済性を向上させ、外観ではウィングレットをより大きくし、 翼端を上下に分かれる形状に変更したものである。他には翼及び空力的観点での見直しも行われ燃料消費率も最大4%の減少が達成される見込みである。また、機内では2階席への階段やクルーレスト、サイドウォールなどの見直しで客室をより最適化して基本型よりも最大で80席を増加できるようにしたという。 具体的には、A380 から800型機の標準座席数は4クラス497席で、あるが、キャビンイネーブルヤーズを導入すると575席に増加できる。また、最大離陸重量は578トンに増加し、航続距離は300ナノメートル延長される。最大78席を増席した場合、 A380 から800型機と同じ航続距離8200ナノメートルとなる。さらにエアバス社はメンテナンス間隔を延長してメンテナンスコストを削減できるとしている。開発が正式決定すれば初の A380 発展型となるが、同年11月に最大顧客のエミレーツ航空が提案を受け入れなかったことが明らかになっている。 2019年2月14日に同社が生産終了を発表したことにより、開発に至ることなく、計画で終わる見込みである。貨物機型も貨物航空会社へ提案されている。貨物機型については、重量物が運べないのでそれほどメリットがないとされ、ボーイング社は A380 回より777回や747から8回の方が、ロスが少ないと説明している。 世界最大の旅客、貨物機だけに、貨物容積は広いが、機体の大きさの割に搭載量は少なく、ノーズ部が開かないため長い貨物が積めず、専用ローダーがないと2階へ搭載できないなど、高速貨物輸送用途で、ライバルとなる747貨物型に比べると、不利な点が多い。747貨物型でできたことができなく、なるばかりか、747貨物型では、 必要なかった設備を新たに用意しなければならないため、経済性には大きく劣り、貨物機としては関心を集めていない。実際、エミルエツ航空は、旅客機としては A380 を発注しているが、貨物機は747から8回を発注している。また、比較的軽い貨物を扱うフェデックスと UPS、イルフックは A380 から800を発注したが、 旅客型が何度も納入遅延を起こしたため、貨物型についても納入遅延の懸念から最初に、フェデックスが発注をキャンセルし、続いて2007年3月に UPS、イルフックがキャンセルした。このためエアバス社は貨物型のすべての受注を失い、2017年6月、現在、試験機を含めて実機は1機も存在せず貨物機の開発は中断している。発注する会社が出てくれば、 開発は再開される予定であったが、2019年2月14日に、同社が生産終了を発表したことにより、開発に至ることなく、計画で終わる見込みである。2020年5月には、新型コロナウイルス感染症の影響で、旅客需要が減少し、貨物需要が増大する中、ルフトハンザドイツ航空の子会社で航空機の改造や、メンテナンスを手掛けるルフトハンザテクニークに、 A380 旅客型を貨物用に回収する依頼があったことが明らかにされた。顧客名は明らかにされなかったが、後にポルトガルのハイフライ航空の元シンガポール航空のリースされた A380 型機がこの改造対象になっていたと複数のメディアが報じている。すでに COVID-19 の影響に対応するため、旅客機の座席に貨物を積載したり、 座席そのものを撤去して、貨物を積載したりといった事例は存在する。しかし、ルフトハンザテクニックによれば、この改修は単に座席の撤去に止まるものではないという。しかし、貨物ドアの設置などは行われないと報じられており、貨物の積載時には、旅客用の狭いドアを使用する必要がある。また、2階部分の床板が、貨物の重量を想定していないため、 貨物機としては問題が多いとの指摘もある。2020年5月19日、ハイフライマルタンの A380 機体機号級、HMIP が後14から18にかけて、ポルトガルのベジャ空軍基地から中国の天津、ドミニカのラスアメリカス空港を経由し、世界一周運用で運航されたことが発表され、COVID-19 対応で中国からドミニカへ、 約15トンの医療用物資を輸送したとされ、後日この A380 が一部座席撤去された機体であることが公表された。同年11月になり COVID-19 流行により旅客チャーター事業貨物チャーター事業に機体使用変更対応したが、それでも超大型機の需要減少により同年末のリース期限をもって返却すると発表されている。 以下の派生型はいずれも発注している航空会社がない。2019年2月14日に同社が生産終了を発表したことにより、開発に至ることなく計画で終わる見込みである。前述したように A380 は大きすぎて再三に合う路線が限られていることに加え、総発機の大型化、性能向上などに伴う大型4発機の受注低迷も 相まって、2014年2015年と2年連続して航空会社からの新規受注を1件も獲得できず、今後もこの傾向が続くようであれば2018年にも生産を打ち切る可能性があると示唆していた。2016年7月12日には2018年以降の生産ペースを年27期から12期へ大幅に引き下げると発表した。しかし、 2016年5月に世界最大の A380 オペレーターであり、104機の A380 から800型機を世界各地を結ぶ国際線の主要超大型機材として運行しているエミレーツ航空がさらに追加発注を行う用意があると報じられた。ロイター通信はエミレーツ航空 CEO の発注は通算で確定発注200機以上になるとのコメントを 紹介しており、すでにエアバス社から計画全体で黒字達成が発表されている A380 プロジェクトをさらに後押しすることになるとともに、総二回転機の生産体制が2020年代まで継続することになった。一方でエンジンを一新した A380 ネオの開発も視野に入っており、近い将来、その可否が決定する見込みであった。のような 新世代型の開発の一環として2017年6月に A380 プラスの開発調査を発表。A380 プラスは年表最大4%削減できる新たな大型ウィングレットの搭載、主翼の改良による空力性能向上を実現しており、2017年4月に発表済みの客室改良を合わせて実施すると既存の A380 と比べ、 座席あたりのコストを13%削減できると発表していた。A380 プラスは最大で陸重量を578トンに増加し、従来と同じ航続距離8200回りで最大80名を輸送、または航続距離を300回り延伸することができると発表していた。また、2017年から比較的機材更新の早い。 シンガポール航空では一部機材で入れ替えを開始しており、発注残5機を新機内仕様で受領して運用中の5機をリース会社に返却し、残りの保有14機を新機内仕様に回収して、最終的に新機内仕様19機で運用する予定である。リース会社は2018年までにシンガポール航空からの退役機の引き受け先を探していたが、交渉は難航しており、 少なくとも2機が今後部品取りのために解体される見込みである。エミレーツ航空から追加受注の可能性があることから当面は生産継続の方針となったが2019年に入り雲行きが怪しくなり始めた。エミレーツ航空が直近で発注した20機の一部、あるいは全てについて ダウンサイズの A350 ファミリーや A330 ネオ等への切り替えを検討していると報じられたためである。2019年2月にはオーストラリアのカンタス航空が受領待ちとなっていた発機をキャンセルした。民間航空会社ではエミレーツ航空以外に ANA への納入が残っているが2019年2月現在でエミレーツ航空以外からの受注はほぼ解無であった。 2019年2月14日には、頼みの綱であったエミレーツ航空が、発注残のうち39機をキャンセルし、A330 から940機、A350 から930機を大体発注することを発表。ついにエアバスは、A380 の生産を2021年で打ち切ると発表した。これにより、A380 は、 旅客基本型の800型の1タイプのみで生産終了することとなり、エアバスが将来に構想していた A380、プラスや A380 から800回をはじめとした派生型は開発されることなく、計画のまま終わる見込みである。総順受注数は2019年3月時点で251機となる見通しとなっている。エアバス社は、 B の747型機に代わる世界のエアラインのフラッグシップとなることで700から750機の受注を目論んでいたが、前期受注分から新たな受注がなければ、受注数は目論みからは大きく下回ることとなる。また新たな受注がなく生産終了となれば、北米と南米そしてアフリカ大陸の航空会社からの受注は解無になる。ただ、世界の航空情勢を見ても、 21世紀に入り、原油価格高騰そして先進国だけでなく、発展途上国の空港でさえもインフラ整備が進み、巨大化、等から、ライバルのボーイング社では、B747 よりも B777、B787、同社でも A380 よりも A330、A350、と発展途上国は、愚か先進国のエアラインでさえも四八機よりも、 創発期へのシフトそしてダウンサイジングという意向を示しており、一部のエアラインでは放出計画が出ていた。しかしながら、2020年に入り、事態はさらに悪化する。同年に、世界的に流行した新型コロナウイルスの影響により、エールフランスが当初の退役予定の2022年から退役の前倒しを表明、そして、 エミレーツ航空も一部の A380 の退役を検討し、さらには未受領分の A380 もキャンセルの方向でエアバス社との交渉を始めた。前期の2航空会社の退役が表明通り行われ、そして交渉が成立すれば、生産終了は当初の予定だった2021年より早まる可能性が浮上する。 このように2020年に入ると2月に起き始めた新型コロナウイルスの世界的な感染も相まって世界のエアラインがこぞって運航停止を強いられた。その関係で A380 最大オペレーターであるエミレーツ航空のような最大手航空会社でさえも放出の計画が始まっており他の世界の A380 オペレーターも退役の計画を示しており各航空会社では だんだんと総発化そしてダウンサイジングの風潮が強まっており、新規受注が得られる可能性は極めて低い状況となっている。その中で欧米ナンバーワン規模を誇るエール・フランスが当初の予定から前倒しして6月26日をもって全機体役、そしてくしくも時期同じくしてエミレーツ航空向けの最終号機となる機種と全部胴体がトゥーリューズへ運ばれた。 MSN は272で、この機体の引き渡しが終了すれば、ロールアウトから16年にわたって行われた A380 の製造に終止符が打たれることとなる。2020年9月、最終機の組み立てが完了し、これをもって機体製造は完了となった。今後は、エンジンの取り付けや、地上テスト、飛行テストそして、引き渡しが実施される予定である。 巨大航空機4機種の比較図、H-4 スプルースグースアン -225、無利やエアバス A380 から800型、キボーイング747から8型機、A380 から800型機の519席の座席配置。1階にファースト及びエコノミー量クラスの331席を配置し、2階にビジネス及びエコノミー量クラスの188席を、 配置している。出展、エアーバスオフィシャルウェブサイト、初言性能書きすべて、A380 から 800A380 から800回も、含む詳細は、EN、リストオブエアーバス A380 オーダーズディリバースを、参照詳細は、カンタス航空32便エンジン爆発事故を参照、また、シンガポール航空も保有する11機すべての運航を、見合わせた。 エンジンを供給するロールスロイス社とエアバス社の要請によるものである。翌11月5日、シンガポール航空の保有分11機に関しては、全機が安全であることが確認され、同社分に関しては運航が再開された。一方で、同11月5日、ルフトハンザドイツ航空が、この事故を受けて、同日の成田発フランクフルト業の便をエンジン検査のため欠航とした。 カンタス航空の保有分に関しては安全点検を受け問題の有無を確認した。同年11月27日から運航再開となった。ありがとうございます。